全部エゴだと思うんですよ。金金っていうことをすごい言われると、すごくこっちは金で生きてないんでちょっと頭にきました。お金で全て解決するんですか。お前はエゴだって言ったんだよ。あとは一番最近叩かれてるのは例の宇治神さんですよ。宇治神さんの回ってずっと僕聞かれるんですよ、はい、叩かれてますか宇治神さん、うん、すごい叩かれてますよ。そうなんですか、はい、もう宇治神さんの回僕と宇治神さんが死ぬほど叩かれてます。今でもコメントずっと毎日入ります。僕が投資をした人をその後どうなったかっていう動画を撮ったんですよ、はい、宇治神さんの回に関して、うん、結構僕ちゃんと説明してまして、はい、宇治神さん本当にいい人なんですよって話をちゃんとしてますので、うんうん、ありがとうございます。あの時って、はい、皆さんにわからないことも裏側は話してませんけど、まあそうですね、いろんな事情もあったし、うん、宇治神さん自体が僕は演じてたと思ってるんです、はい、途中から、うん、自分はタレントなのに、うん、ケチョンケチョンに言われてしまうと、うんうん、メンツも保てないし、はい、だから演じて僕に対して噛みついてくれたと思うんです、はい、だって僕お会いした時に再度、うんうん、あの時は失礼しました本当に、はい、って、はい、めちゃめちゃ気が弱くて声がちっちゃくて、はい、もうほーって感じの人でしょ。本当にそんな感じです、はい、YouTube だから無理されたんだろうなっていう、うん、今でも再生回数はすごいじゃないですか、はい、ある意味知名度は上がったんだろうなと思うんですけど、そうですね、まあ、面白い回でしたね。本当にそうだと思います、はいはい、